皆様こんにちは、まりみちゃです。今回は作ったものがあるのでご紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回作ったものはこちらになります。和紙を使ったステッカー収納ですね。大きさの方は結構ちっちゃくて、この下のこれ1センチ方眼のカッターマットなんですけども、こんな感じですね。中の大きさはこんな感じであります。折り紙をちょうど半分に折った形で作ってあります。はい、こんな感じですね。これね、ステッカーを収納しようと思って作ったものになります。で、ここのカラフルな部分はこの円抜いたものを使ってここ作ってあります。ちょっとね、抜いたのもったいなくて捨てられなくて、こうやって袋にまとめて置いてあります。何かにまた使おうと思ってね。はい、こんな感じにできてます。で、留めるのはこの色ね、ちょうど和風の感じに合うかなと思って、このブラッドを使ってゴムで、はい、ここはね、歯止めのに一緒に巻き込んで留めてあります。ゴムで、こちらゴム隠してあります。で、こうね、中まだ入ってないんで外れちゃうんですけど、パンパンに入れたらしっかり引っかかるようになってます。で、これね、唯一失敗したのが10ページ分作ったんですよ。10ポケット作ったんですけども、こう作って振って机の上見たら、この子だけ取り残されてたんですね。数えたらここ9ポケットしかなくって、考えた末にこの丸く抜いたものでここに無理やんこ1ページくっつけました。なんとなくね、パッと見わからない感じなのでいいかなと思っております。後でね、この中身詰めていこうかなと思います。あ、で、そうですね、詳しく細部ですね、なんですが、ページのつなぎはジグザグのページつけるやつあるじゃないですか、ね、ギザギザのやつね、それの山の部分をバラバラにして、ページでその山を挟むのではなくて、山でページを挟むイメージですかね。こんな感じで、はい、なのでこれは1枚ずつここ外れるようになって、こういうパーツを、何枚も作ってページをつないである感じですね。で、背表紙を貼って完成にしました。これね、意外と背表紙も綺麗でいいなと思ってます。はい、後でね、ちょっと中身詰めようかなと思います。で、もう一つ作ったものですね。これね、こちらなんですけど、まだ渡してなかったのかよって感じなんですが、これね、中をどうするかをすごい考えて凝っちゃって、ようやく完成しました。前回ね、完成しましたって報告したんですが、今回が本当の完成です。すいません。外側はね、前回と変わってないんですよ。中ですね、こんな感じで、その方はね、同じ職場のソーシャルワーカーさんなんですけれども、相談員の方ですね。いろいろ使うかなって思うようなシールをここにまとめて入れてみました。で、メモですね、メモもこちらの方に入れてあります。あと、こちら、12インチのデザインペーパーでこうタグ作って、英語のラミネートで、ラミネートシートでラミネートしてあります。ギリギリね、入ったんですよね、大きさ。はい、で、こちらちょっとちっちゃめのインデックスをつけてあります。両面ペーパーです。で、こちら本人に聞いたら、いろいろ音のする紙がいいって言ったので、私が染めた紙ですね、いろいろ入れてみました。で、仕事でもプライベートでも使えるようにと思っております。で、こちらですね、作ったものなんですが、今回、新たに作り足しました。で、付箋
帳みたいな感じですね。よいしょ、こんな感じでね、これ同じシリーズのペーパーになります。で、背拍子を作ってパンチで穴開けてます。で、これ表紙はあのクリアファイルですねを大きさに切って、ここわかるかな、半円にちょっとめくりやすいように開けてあります。で、中はワックスペーパーですね。で、こう何ページ分かちょっとね外れちゃうんですけどね、何ページ分かこう付箋貼ってあります。こんな感じで、はい。で、裏表紙があってっていう感じに作りました。これはこのままこう持ち運びもできるし、ここに挟んでも使えるようになってます。ちょっとねワックスペーパーだとね粘着弱いものこうやって外れちゃうんですよね。ちょっと気をつけてって言っときます。はい、とですね、ちょっと待ってね、これを作るのがとても楽しくてですね、これねちょっと意外とうまく作れたんじゃないかなって自分で思ってるんですけど、はい。いや、これね止めるのはここホチキスで止まってます。ホチキスで、細かめに留めて、細めのマステでホチキスを隠してあるというか引っかからないようにね、カバーというか作りました。で、こちらさっきの、ペーパーを次裏返しのバージョンで使ってあるので、こちらさっきと同じ柄になります。こうね付箋をねペッと貼って剥がしてここにくっつけて何かこうメモしてもいいかなと思います。で、こちらですね、ここは普通のあのバインダーのリフィルを入れてあります。これは実用的に使えるように罫線のものにしようかなと思ったんですけども、フリーで何でも書けるようにこんな形になってます。はい、という感じでこちら中身カスタマイズしたんですね。あ、それとですね、この裏のポケットにもマステ巻き巻きをつけました。ちょっとかわいいこのスケール定規になっているものとか、ここピンクシリーズって勝手に私自分で思ってるんですけど、とこれは書き込めるマステですね。で、ここにも書き込めるマステがあって、あとはこれあのこう封筒とかちょっと留めるのにね可愛いかなと思って、あの留めシリーズなんだそれ、あのMT のですね、このこんな感じですね、はい、なんつっていいんだかわからなくなってきちゃった、あの玉ひもと何でしたっけこれ出てこない、ごめんなさい、はいですね。で、これはあのこの前買ったの支給支給支給って書いてあるマステですね、をこれをちょっと仕事で使えるなと思ってこちらの方巻いてあります。で、余ったお尻の方にね細マステを何本か巻きました。はい、こちらを入れてお渡ししたいと思います。はい、あ、わかった、シーリングだ、はい、シーリングのマステですね、よかった思い出せて、はい、すいません。こんな感じでこちらの方、お渡ししていきたいと思います。ようやく本当の完成になりましたね。はい。でですね、こちらに戻りまして、このね、円を抜いてあるカッターなんですけれども、よいしょ、こちらですね。こちらの円切りカッターで抜いてます。これね、すごく優秀でですね、Amazon とかで、Amazon とかあとヤフーショッピングの方でも出てるんですけれども、はい、こちら円切り型メイドインジャパンのものになります。で、これね何がいいって穴を開かないんですよね。押さえがこう穴が開かない感じになってます。で、確かねこれを外すと針もできたはずなんですけど、私いつもそれは使わなくて、ちょっとねこちらのご紹介をするとですね、ここ、ね、をひねると針がこれ緩むんですね。ここをひねって針が緩むので少し針をこう必要な分だけ出します。わかるかな、必要な分だけこう出します。見えるかな、こん
な感じでね。よいしょ。そして今こんくらいで大丈夫かな、いけるかな。はい、止めて、しっかり止めて、でここの付け根のネジを回すとこう好きな大きさにできるんで、最大8インチまで円で抜くことができます。今はじゃあこんくらいにしようかな。であとは簡単、ここを押してグッと上を押さえてこの周りを回すだけ。あ、今浮いちゃった。あ、めっちゃ浮いてる。ちょっとね、針がいいのに出てなかったですね。ごめんなさい、ちょっともう一回やり直し。よし、ちょっとたくさん目に出して、どうしようかな、場所変えてあげようかな。よし、こうやって押さえて、あ、ちょっと針次出しすぎた。これね、すっごい針出しすぎた。でもね、軽い力で開くんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、成功ですね、これは。はい、こんな感じで綺麗に開けられます。これね、すごく買ってよかったなと思います。Amazon でも、Yahoo ショッピングさんでも1300円弱ぐらいで出てます。でね、あの替え刃もついてるんですよ。はい、なのですごくあのいいなと思います。これ替え刃もここの中に収納されてますのでね、こんな感じで何本か入ってます。はい、これはちょっとこの切り方おすすめですね。はい、では中身の方を詰めていこうかな。前に作ったあのアコーディオンの収納の中にステッカーね、これいただいたステッカーなんですけど、いっぱいあるんですね。で、自分で購入したステッカーもあるんですけども、いろいろとちょっと持っているものと被っている部分があってですね、こちらの方を先にちょっと詰め替えていこうかなと思います。よいしょ、かわいいですよね。よいしょ、こんな感じでね、これ穴、あの窓つけたんで、どんなのがどこに入ってるのかすごく分かりやすくなっていいなと思っておるのですけれども、どうかな、これね、ありがたいことに本当たくさんいただいたんですよね、ステッカー。確かこれがでね、ほぼ日手帳とかにもいろいろ使わせていただいててですね、あ、ちょっと大きさギリギリかな、ちょっと大きめのやつは今は抜いておこうかな、入るやつだけ。これね、使ってみて良さそうだったらもうちょっとまた作ろうかなと思います。もうちょっと大きい形でね、作りたいなと思いますね。よし、これをどっかに一緒に入れよう。これはね、あの自分の中から出してきた分になるんですけども、これも一緒に入れちゃおう。どんどんね、あの増えていく一方で消費していかないとね、あれなんで。あ、これはギリギリかな。これほぼ日手帳でもね、ちょっとね、あの大きいとなかなか使えないものもあってですね、そういうのはあのトラベラーズノートとかね、いろいろ違うものにまた活用しようかなと
思います。あ、これも、ね、残ってなかった。よいしょ、ちょうどあと3ポケットですかね。4ポケットあった。じゃあ、うん、よし、これはねまたちょっと他のものを入れるのに使わせていただこうかなと思います。よいしょ。はい、じゃあこれちょっと1枚。よいしょ、ここにこの子だけ入れて。よし。はい、こんな形ですね。もうちょっといっぱい入れてもいいのかな。もうちょっといっぱい入りそうな気がする。またね、足していこう。パンって鳴ることを前提にこのゴムは作ってあるので、ちょっとパンって鳴ってくれないとここには引っかからないんですよね。こんな感じで、はい、本当はこうなる予定でした。もうちょっとあるもの詰めよう。ミニメモとかでもいいですね。ステッカーをちょっと寄せてミニメモとかを入れててみようかな。はい、こんな感じで今回作りました。もうちょっと詰めるものを厳選して考えていきたいと思います。はい、今回の動画は以上になります。次はねちょっと新しく収納を増やしたので、そちらの方のご紹介をできたらなと思っております。では最後までご視聴いただきありがとうございました。